海と日本。北太平洋公海でのサンマ漁に向けて、岩手県釜石市からサンマ漁船が出発しました。水揚げ減少に悩むサンマの漁獲復活に向けた取り組みです。公海でのサンマ漁を行うため出発したのは、岩手県釜石市の浜港水産所属の大型サンマ漁船第65金栄丸199トンです。釜石港では神事が行われ、関係者が漁の安全を祈りました。さあ、いよいよ始まります。公海操業、公海操業の初年度です。大きな機体と小さな船になります。大衆魚として親しまれているサンマは、このところ不漁が続いています。全国サンマ棒受け網漁業協同組合全サンマのまとめで、2018年の岩手県内でのサンマの水揚げは24,038トン、前の年から7割余り上回ったものの、不漁の傾向は続いています。そんな中、国では公海上でのサンマ漁を認め、2019年から本格的な操業が始まりました。魚の通る道っていうのは、やっぱり温暖化で沖合い沖合いになってますんでね、沿岸にはなかなか近寄れないというようなね、温暖化でね、航海に出漁せざるを得なくなってきた。通常の200海里内での操業と異なり、航海でのサンマ漁は従来の漁業シーズンである8月から前倒しした形で行われました。漁獲量や品質は分からない部分も多く、手探りでのスタートです。諦めずに、頑張ってやっていけば、なんとかカバーできるんじゃないですか。採算合うような、漁船漁業のあり方を模索しながらね、頑張っていっていけば。公海でのサンマ漁、漁業を取り巻く環境が厳しさを増す中、その解決の糸口となるのか、関係者の注目が集まっています。海と日本プロジェクト in 岩手は、日本財団が推進する海と日本プロジェクトの取り組みの一環として行っています。